ゆうきやこいこにあられやこいこに。ついに雪まで降ってきたな。東日本の人たちは大変だろうぜ。あっちの人たちからすれば雪は天災と変わらない時があるもんね。例年通り、今年も豪雪の予報が出ているから気をつけてほしいよ。寒さ対策を万全にして、コロナやインフルエンザにも負けないようにしないとね。そうだね。さて今回は最上型護衛艦4番艦三菱長崎造船所で進水式を開催したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。令和3年12月10日に、三菱長崎造船所で行われたのは、海上自衛隊最上型護衛艦4番艦の命名式と進水式だったよ。今回は、冒頭で述べた通り、最上型4番艦の進水式を詳しく解説していくね。海上自衛隊も、次世代護衛艦の建造がかなりハイペースで進んでおり、次世代ならではのステルス護衛艦建造が驚異的なピッチで進んでいるんだ。中国の055型フリゲート艦とは、天と地ほどの性能差と言われているよ。海上自衛隊は、長崎県の三菱重工業長崎造船所で建造が進められていた、次世代護衛艦最上型護衛艦の4番艦 FFM4 の命名進水式を2021年12月10日金曜日に実施することを公表したんだ。今回進水することになった FFM4 は、最上型護衛艦として2020年7月に寄港され、三菱重工業長崎造船所においては、1番艦最上と3番艦の城を建造して以来、3隻目の進水となるよ。進水式は、佐世保地方総監出口勝と会長によって執行される予定となっているんだって。海上自衛隊の最上型護衛艦は、平成26年度の防衛白書の中で次世代系護衛艦として建造の構想が立てられ、平成31年度から令和5年度までの中期防衛力整備計画で新型護衛艦として整備計画が決定されたぜ。そして1番艦の神は平成30年度予算で寄港が承認されたことから 30FFM と称されているな。艦式号の FFM は、フリゲート艦を表す FF に多機能モータルファンクショナルと機雷マインの頭文字である。M を組み合わせた新しい艦式号となっており、海上自衛隊の意気込みが現れているようにも思えるね。多機能という新たな付加価値を加えたことにより、これまでの護衛艦とは異なるコンセプトで設計された艦艇であり、かつ機能の割にはコンパクトな設計になっているところが諸外国の海軍関係者からも注目を集めているよ。海上幕僚監部広報室の公式発表によると、FFM という艦種は、日本近海での中国公船などによる不法な活動を警戒監視する業務に当たるほか、対潜戦闘対空戦闘対みなかみ戦闘のいずれにも対応可能なマルチタスク対応の艦種を指すとのことだよ。将来的には、対地雷戦にも対応する機能が付加されることで、総海底の雷用も可能となっており、シーレーン防衛やアラビア海などでの海賊対処活動などの海外派遣にも対応可能な艦種として期待を集めているぜ。ちなみに最上型は、同型艦として22隻の建造が計画されていて、防衛省は現有の護衛艦48隻体制を54隻体制にまで拡充する構想を明かしているみたいだな。中国海軍の脅威、北朝鮮関連有事、原油というエネルギーの安定供給のために必要な海外派兵など、様々な状況が想定される中、関係者の中にはこれでもまだ少ないという声が聞かれるぜ。最上型のスペックはどんな感じになってるの？次世代型護衛艦最上型護衛艦のスペックは、基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル基地水深 9.0 メートルとなっており、従来の護衛艦よりも多少コンパクトになっており、そのコンパクトさは諸外国の海軍関係者も驚いているようだね。機関として採用されているのはコーダック方式ディーゼルエンジン2機とガスタービンエンジン1機で、最大7万馬力の出力を誇り、最大30ノットの速力で航行可能となっているよ。これだけの機関があれば、中部太平洋のシーレーン防衛など、急を要する出動にも十分対応できるだけのスペックを有しているね。艦隊サイズだけを見れば、現行の汎用護衛艦旭方護衛艦が基準排水量5100トン、満載排水量6800トン全長151メートル最大幅 18.3 メートル程度であり、いかに最上型がコンパクトになっているかがわかると思うよ。海上保安庁で最大の大きさを誇るヘリコプター搭載型巡視船黎明も、満載排水量6500トン、全長150メートル、最大幅17メートル程度であり、一般的に考えられている大きさと比べても、
その求められている任務の割にはコンパクトな艦であることがわかるね。任務遂行に欠かせない兵装を見てみると、62口径5インチ砲 ×1 機 12.7mm 機関銃に加えて、RWS 遠隔操作式銃火 ×2 機マーク、41VLS 垂直発射システム16セル ×1 機、シーラム近接防空ミサイル ×1 機17式 SSM 艦対艦ミサイル、4連装発射筒 ×2 機 324mm 3連装単魚雷発射艦 ×2 機を装備しているんだ。これだけの装備があれば、威嚇声越えから選手防衛声越えも十分可能であり、諸外国におけるイージス艦の役割を十分に果たすことができ、かつ総会業務など対戦業務にも十分対応できるスペックを有しているぜ。その他、対地雷戦システム、無人水中高層からの UUVHT、無人水上高層からの USVHT、H60 低障害ヘリコプター1機を搭載する予定があるものの、VLS と USV については後日装備とされており、今後2022年以降に搭載される予定とされているな。艦のコントロール関係を見てみると、C4ISR として戦術情報処理装置 OIQ1 が艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどを統括して運用可能となっており、そのうち戦術データリンクは NATO 北大西洋条約機構規格であるリンク22に対応しているよ。センサー類には、多機能型の OPY2 レーダーが装備され、その他にも OQ91 対機雷専用ソナーシステム、栄光ソナーとアクティブソナーの両機能を有する OQ925 水上艦用ソナーシステム VDSTASS が搭載されているんだ。その他、電子戦装置として従来の護衛艦と同じ NOLQ3E 電波探知妨害装置が搭載されており、これも諸外国の同型艦に引けを取らないスペックとなっているね。ここまでの装備があれば、同盟国海軍との共同軍事作戦も十分可能であり、アメリカやオーストラリアなどと結んでいる対中国連携クアッドにおける軍事面での連携も、さらに加速することが予想されるぜ。また最上型の艦隊はコンパクト化とともにステルス化も可能となっており、レーダー反射断面積 RCS の低減に配慮された設計がなされているようだな。艦隊や上部構造物には傾斜角が付けられ、ナックルラインが前甲板から艦尾まで続く構造になることで、よりステルス性を重視するデザインとなっているよ。また、これまで前上甲板にあった東洋病関連機器などは艦内に配置され、他の護衛艦の上甲板にあった通路など、最上型では廃止されているなど、既存艦の運用により得られた教訓を取り入れている部分が多数見受けられるね。その他、魚雷発射艦やミサイル発射装置など、敵のレーダー波を受けやすい構造物をすべて艦内に収納、さらに艦体にレーダー波を吸収するセラミック素材を多用することでステルス性をさらに向上させていることから、今後のステルス化改装を待たずども、すでにステルス護衛艦とも呼んでも差し支えないほどのスペックを有しているんだ。また、昨今の海上自衛隊における人員不足を受け、最上型では省人化が図られていて、その乗務員数は定員約90名うち女性自衛官10名となっており、同じ基準排水量である朝霧型が定員約220名であることから、その半分以下で護衛艦を運用できるというハイスペックな性能を有しているよ。これだけ性能アップを果たしているにもかかわらず、建造費は旭方の3分の2、1隻あたり450億円程度であり、省人化と省コスト化を実現する護衛艦として今後も建造が進められていくことになるだろうね。そして防衛省では、最上型の運用にはクルー制の導入を予定しているみたい。クルー制は、海上保安庁でもすでに導入している制度ですが、乗組員を個別の護衛艦に固定せずに、複数のグループに分けグループごと艦を乗り換えるシステムとなっていて、艦艇の検査修理以外で停泊している期間を短縮する新しい制度として注目されているよ。なお、最上型のクルー制においては、3隻の最上型護衛艦に対して4組のクルーを配置し、常に3組がいずれかの艦にて乗務に当たっている間、1組が休養するローテーションを想定しているんだって。クルー制の実現で、休暇取得に関してブラック状態であった隊員の勤務環境を改善できるものと期待されているんだ。なぜ海上自衛隊がクルー制を導入できずにいたのかな？それには理由があるみたいだよ。これまでの護衛艦では、同型艦であっても艦艇ごとに装備や計器類配置などに多少の違いがあり、個別の護衛艦ごとに習熟させた専属乗組員を配置せざるを得なかったんだ。だが、最上形では全ての同型艦が全く同じ性能と装備で量産される護衛艦となったため、
ブルー星でも運用可能へと判断されたってわけだな。防衛省としては、護衛艦の稼働率を高めることで、防衛基地に導入する哨戒艦との連携を図り、兵備の警戒監視運用を強化することを目指しているぜ。これは、尖閣諸島などにイスラム中国交戦への対応で多忙を極めている海上保安庁の巡視艇へのサポートや、さらなる警告活動において護衛艦が直接乗り出すことを想定するなど、従来の護衛艦任務とは一線を画す運用を想定しているとされているんだよな。ちなみに野上型護衛艦はこれまでに3番艦までが浸水命名されていて、1番艦野上、2番艦熊野、3番艦の城と、日本国内の河川名が名付けられているぜ。これらの河川名はいずれも、帝国海軍においての従軍領艦野上熊野の城として使用された慣れもあり、4番艦も含めて、今後建造が計画されている SSM にも河川の名称が与えられると予想されているな。海上自衛隊の艦艇の大半は、帝国海軍の艦船名のオマージュとも言えるけど、今後登場するヘリ空母が伊勢日向であったように、今後もオマージュの傾向は続いていくことだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。